える前に狩る。絶対に許せないんです。心の傷を再びえぐるような人間は。押本に殺されるしかないんでしょうか。君の写真集を出すことが決まった。絶対復讐してやるからな。久我健次郎というカメラマンについて調べてほしいんだ。押本という男は卑劣な人間でした。君はうちの大事な仲間ですから。地獄を味わせるためだけに生きてきた。警察は君を殺した後に僕も死ぬから。なんだあの男殺したろ。復讐って気持ちいい。行ってきます。彼はどうして自殺なんかを。全部一人で抱えてしまって亡くなったんです。昔からバカみたいに優しくて。死ぬよりももっと辛い目に遭ってもらわないと。私の夫を殺した人にはね。彼は自殺じゃありません。ユーゴは殺されたの。会社の人たちに。